まあこうこうしたまあ憲政代というのはまあ今私たちが生きている時代なわけですけれどもまあえまあ地球史の中では一番新しい時代としてさまざまなことが知られています。その中でこうした県政代を通じた気候変動がどういうふうに起こってきたのかということがまあ詳しく研究されています。このスライドは過去五億年から六億年にわたってまあこの県政代という時代を通じて 大気中の二酸化炭素のレベルがどのように変化してきたのかというものをま推定した図です。この赤い線は計算機で,ですね、モデルのまあシュミュレーションですね、数値シュミュレーションから推定した結果で、えー、ま緑色ので囲まれたところはまその推定誤差の範囲だというふうに理解してください。で、これとは独立にですね、ま地層から取ってきた岩石の資料をですね、分析して 推定された二酸化炭素のレベルというものが縦の青いバーで書かれたものです。どちらも非常に似たような挙動をしているということが分かりいただけるかと思います。で、このように二酸化炭素というのは過去においてもですね大きく変動してきたのですけれども、ここで特徴な点はですね、例えば今示しました今から約五億年前とそれからまあ一億年から二億年前 この時代には大気中の二酸化炭素レベルが非常に増加したという時代であることがわかりますこれは縦軸は現在の二酸化炭素レベルを1とした時の相対的な二酸化炭素レベルですけれどもこれを見ると今から5億年前は現在の二酸化炭素レベルの20倍前後から1億年から2億年前にかけては現在の10倍前後。 前後のです、ね、二酸化炭素レベルになっていいるととうことがわかります現代の地球温暖化問題というのは100年後に二酸化炭素レベルが現在の2倍になるかどうかという議論をしていますけれども実は地球の歴史を通じては二酸化炭素レベルはそれよりも非常に大きく変動しているんだということがお分かりいただけるかと思います。こうした二酸化炭素レベルが高くなった時代というのは温暖化 まあ超温暖化ですねが起こった時代としてよく知られています。もう一つの特徴はですね、今度は逆に二酸化炭素レベルが低下した時代というのがまあ大きく二回あります。一つは今から三億年前、それからもう一つはまあほぼ現在ですね。この二つの時期というのは二酸化炭素レベルが大幅に低下して地球が寒冷化した時代です。 矢印の下にあります青い横のバーがありますけれどもこれはそのの時時代代が氷河でであったとということを表すものですもつまり二酸化炭素レベルが低下すると寒冷化が起こって氷河時代になるということが分かります。氷河時代というのは一体何かといいますとここにありますけれども表彰、えー、正確に言えば大陸氷床とか大陸氷河といいますけれども。 氷床が存在する時代のことを氷河時代というふうに定義していますでは氷床とは一体何かと言いますとこれは氷河の形態の一つで基盤の地形に影響されずに氷河自身が形態を作るような大規模なもののことを指しますこの写真は南極大陸の写真ですけれども南極大陸は広大な氷の塊つまり大陸氷床で覆われていますから まあ従いまして現在もこの定義に従うと氷河時代ということになります。このスライドは過去30億年間にわたっていつ氷河時代が訪れたかというものをまあ表したものですけれども、氷河時代というのは繰り返し生じていることはわかります。この一番上にありますのはこれは現在の氷河時代を指しています。 先ほども言いましたけれども現在は南極大陸とかグリーンランドに大陸氷床が存在しますしたがいまして定義からすると現在氷河時代とということになります。まあ、皆さんは氷河期というのをあの知っていると思いますけれども氷河期というのは現在よりもさらにですね寒冷化が進んで氷床が拡大していた時代のことを指すんですけれども現在はそれよりは少し暖かい いくなった時代ですが、しかしまあ氷河時代の中にあるということをまあ理解してください。まあ、その現在の氷河時代を遡るとです、ね。もっと遡っていくと、まあ同じような氷河時代は繰り返し訪れていたことがわかるんですが、このような何億年も前のことが一体どうしてわかるのかということが、まあ少し疑問になると思います。で、これはですね。大陸表彰が存在した証拠というのが実は地層に残っているんですね。 この写真はドロップストーンといってですね中心にですね少し大きな岩石ですね岩石片がありますけれども周りにはそういうものがなくてですねよく見ると周りには縞模様が見えますけれどもこの縞模様をよく見ますとこの岩石片の上下でですねこう歪んでいるということが分かります。一体こんな地形がどう どうしてですねこういう特徴が生まれたのかといいますとまあこのように考えられています。こがで氷というのはまあ氷河というのがありますけれども氷は流れる性質があります。そうするとまあ流れてくる途中で大陸の岩石をですね削り取ってあの氷河に取り込んでいくんですけれども。 それが海岸線付近でこう切り離されて氷山になってこう沖合に流れていくと氷が溶けて取り込まれたまあ岩石塩がバラバラと海底にですねあのまあ落ちていくわけですね。そうするとまあ地層に溜まった堆積物の上からこうした大きな石が落ちてくるとまあ写真にあるようなドロップストーンと呼ばれるようなあの特徴的な地層を残すわけです。 でこうした、まあえー、とドロップストーンのようなです、ね、証拠が見つかった時代があればこ、ね、これは氷河時代だとということになりますでそのような証拠が見つかっている時代が、まあ、過去にこれだけあるということなんですがこの中で,です、ね、特に今から6億年から7億年前にかけて、まあ、ここでいうと現世代の終わりの方の時代とそれからまあ22億年ぐらい前の現世代の初めの頃の 例えばこの氷河時代というのは非常に特別なものであるということが最近分かってきました。というのはまあいろいろな不思議な特徴的な証拠がですねたくさん見つかってきたんですね他の時代とは明らかに違うものでこの時代は実は全球凍結という地球全体が凍りついていた時代ではないかということが最近分かってきました。でそののよううななこととが一体どうしてて明らかかになってきたのかと まあどういう謎が存在するのかということについて次の章で詳しく説明したいと思います。